61C のシャドウチェックバルーン袖プルオーバーです、はいはい、お色はホワイトとベージュの2色展開でお値段税込み3590円でございます、はい、じゃあ実際お見せしますと今でイーちゃん着てる方がホワイトです。ホワイトです。はい、はい、そして私が着てる方がベージュの2色展開でお値段税込み3590円でございます、はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、ですね、これはまずですね着心地がすごく軽いんですね、間違いない。このブラウス、透け感がしっかりねあるタイプにはなるんですが、なのでインナーは必須になります、はい、でこのシアー感のチェックのシアー感がなかなかないデザインかなと思いました。これ、多分入ってきた時スタッフさんみんなめっちゃ可愛い、みんな声揃えてたんですね。それ可愛くないって言ってたんで、結構スタッフ一押しだと思いますこれ、はいはい、でお袖のところは二重になっていてちょっとポワーンとしたお袖なんですが、バルーンでもそんなに肩からしっかりボワンってなってるタイプではないので、肩幅とか気になる方もちょっと落ち感があって華奢に見えるかなと思います、はい、でお袖もしっかりあるので二の腕のこのタポッとしたところもちょうど隠してくれるので、その部分はシルエットとしてはすごくいいかなと思います、はい、で丈がこれねそんなに長くなくって、実はそうですね、はい、骨盤ぐらいなんですよ私で、はい、なので普通ぐらいかな。そうですね、短すぎずなのでインもしやすい、普通のパンツで全インとかもしやすいですし、はい、アウトしていただいて満員とかしても可愛いですし、あとスカート合わせした時にインして着ていただいたりしても、結構収まりがすごくいいので着やすいかなと思います。でもちろんパンツでもスカートでもね、すごく合いますので、はい、そうなんかねちょっと主張してるんだけど主張しすぎてないっていう、そう絶妙だと思います。そうなんですよ。めっちゃ絶妙なこのデザインなので春夏すごく使っていただけると思います、はい、あと意外と羽織ってもいけるかも、うん、確かにいけそうな気がする、うん、生地自体がそんな分厚くないので、うん、羽織りしてもそんなにもたつくことなく着れるかなと思います。思います。はい、ありがとうございます、うん、コメント消えちゃった消えちゃった。あ、いいですか、すいません、交換しよう。 ありがとうございますじゃあコメント読んでいきます。はい、三日月さん、腕のゴムきつくないですか。腕のゴムは私結構、ね、余裕あります。何もしなくてここ開いてるの分かります、うんうん、はい、これぐらいで伸びもこれぐらい伸びるんですよ。見えますか。こんなに結構伸びですよね、これは。そう、めっちゃ伸びで、ゴム自体も柔らかいので、パツってなることは一切ないと思います、うん、はい、うん、私も全然腕のきつさは大丈夫です。はい、はい、ゆかさんかな、インナー何合わせてますかって。ちゃんと帯でございます。ふちゃんはスクエアタンクです。はい、そうです。多分伊豆市の中だったらスクエアタンク合わせていただくのが一番相性いいかなとは思います、うんうん、はい、はい、で私は普通に自分のチューブトップキャミみたいなキャミなんですけど、うんうん、多分透けてるのでなんかベージュ系の色を合わせています。なので、はい、白かベージュが確かに結構相性いいんじゃないかなと思いますね、うん、思います。はい、はい、うん、若さん、去年の 46411C みたいな感じですか。そうですね、うんうんうん、確かにさっきちょっと検索したんですが、交換する、あ、すいません、はい、ありがとうございますそうですね、クレープ素材のこれですね、ギャザーブラウス、うん、なんかイメージはこんな感じで大丈夫かなと思います。その透け感もあって、うん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 、そうですね、はい、はい、なので、まあ、インナー必須で、うんうん、で、お袖が短い感じ、そうですね、うん、になります。なります、はい、うん、みほさんが肩幅ガンダムでも目立たなさそうでいい。全然目立たないです。むしろふわんと隠してくれる、これは、うん、はい、ふわんと隠してくれるので大丈夫だと思います。ね、これは気にしなくて大丈夫だと思います。はい、佐野子さん、汗じみ検証お願いします。名前、OK です。でもね、これ目立たないと思いますよ、私。そうですね、予想は。私めちゃくちゃ汗かきなんですけど、夏場とか汗すごい気になるタイプなんですが、これは私の方がいいですかね。まあ、一応両方、はい、はい、でもなんか変わるのもよだとめっちゃ、うん、もうボタボタにつけるつけて、ここつけてるんです。見えないですね、全然。あ、わからんな。
私も見失いました。ちょっとここなんです。この辺つけたんですけど、白は全く目立ちません。うんうん、あのシワ感があるので目立たなくて、うん、でこれね、なんかすでになんかちょっと可愛くしてるような気がする。なんか本当なんか速乾性はもともとあるものではないけど感じる。うん、そう。ほら触って。あ、もうですね。ね。私結構ビチョビチョにしちゃったんですけど。じゃあ水滴落としたけど。大丈夫でした。もっちゃんの方もやりますね。はい。ちょっと。はい。よいしょ。あ、いけそう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 。全然わかんないですね、うんうんうん、見えます、あ、ここなんかほんのりで、ね、多分そう、今ここがちょっと見えると思うんですけど、これなんですけど、これ多分なくしたら、ほら、あんまわかんない。そう、あ、確かあんまりわかんないですね。全然大丈夫です、これ多分、うんうんうん、両方とも、あの、汗染みに対しては、うん、あの、染みないです。うん、うん、私もそんな気がします。嬉しいやつですね、すごくね。ですね、うん。私最近肌弱々なんですよ。あ、ほんまや。弱々成人。全然いつも弱々成人なんですけど、うん、これあんま全然チクチク感とかそんな私でもあんまり感じないので、はい、はい、大丈夫かなとは思います。はい、はい、そうですね、レイコさん、本当涼しそうで良さげって。そうなんです、すごい軽くて、本当に。うん、もうさっき軽くて思いました。なんか、はい、ふわっとした着心地です。うんうんうん、ですです。はい。うん、あゆかさん、キャミワンピアスやサロペット合わせにも良さそう、欲しいなって。これの時したいんですよ。いや、ね、でも絶対合います、これは。ね、はい、アドモの、あの、何、伊豆市で人気のさ、デニムサロペットとか。あ、そうですね。あ、ありますよ。合わせるかな、ちょっと。あ、ですね、じゃあせっかくなんで。はい、合わせてきます。ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなんで、イーちゃんに来てもらおうと思います。うん、はい。コパンダさん、レースキャミワンピ、今日もありますか。レースキャミワンピはね、今日は新作ではちょっとないんです。今日はね、こういうデニムの、あのジャンスカなんです。はい、でもこれも可愛いので後ほどまた着てみようと思います。はい、あ、ミロンさん、どっちも可愛すぎて色悩むってね。色はね、どっちも可愛いですよね。どっち欲しいもんちゃん。私結構、あ、ベージュ、なんか白のやつトップス多いんでベージュかな、うんうんうん、けどなんかそんな私柄物ってあんまり着ないんですけど、これは本当なんかニュアンスというか、なんか柄チェックなんですけど、やっぱこのシワ感があるんで、なんかガチャガチャしすぎないから本当トップス合わせやすいと思う。でもね、どっちも可愛い、なんか選べないけど、私は今のところベージュかな。ちょっと黄みがかった感じのベージュの色味にはなってますよ。はい、あ、ふかさん、何か羽織るのは難しそうですか。あー、でもね、ここが結構生地自体はや、あの、何、涼しいというか薄手なのでいけると思うんですけど、ちょっと後で羽織るものあったかな、あの、羽織ってみようと思います。少々お待ちください。うん、あゆみなさん、素材感はどんな感じですか。シャカシャカしてるのかな。あとね、シャカシャカはしてないですね。これは何て言うかな、ちょっとレースっぽい感じ、うん、なんかシア感のある薄い生地なんですけど、うん、そうですね、うんうん、特にシャカシャカって感じじゃないんですけど、なんかオーガンジーリボンとかである、なんかオーガンジーっぽい感じ。フリフリのリボンとかに使われそうな、うん、そう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 ですね。そっち系の素材にはなっておりますね。うん、あ、そうですね、また後でイーちゃんにもあのこっちの色も着てもらおうと思います。はい、はい、お、合いますね、やっぱり。かわいい、かわいい、合う合う合う。やっぱりサロペット合わせがかわいいです。こんな感じです。どうですか。なんかサロペットがすごくカジュアルなので、ちょっとこう甘さを足してあげてもかわいいかなと思います。ピッピッ普通に洗濯できますか。お洗濯はこれできるんじゃないかなと思いますよ。あ、うん、できますね。大丈夫です、うん、あの、薄手なのでもし心配だったらネットに入れていただいてお洗濯していただいたりすると全然大丈夫だと思います。はい、りーちゃん、新鮮なコーデ。確かに私あんまりオーバーオール着ることないので。確かに、うん、でもあの、やっぱこのオーバーオールすごい可愛いです。あの、社内でもすごい人気だったのが分かります。はい、ピアスもそのコーデにも。確かにこれね、このピアスがマジね、使いやすいんですよ ね、 ね、本当にこれ可愛い。オンオフ使えそうな、結構ね、社内でもつけてくる方、うん、結構いてくださってね、人気やね。いつも嬉しく感じてます、うんうん、私は。さとこさん、ゆうちゃんっぽい。確かにゆうちゃん似てそうめっちゃ似合いそう。そして確かにゆうちゃんっぽい、イメージ。ゆうちゃんをイメージして身長はね1センチだけだね。そう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 、そうなんです。1センチだけしか変わらないので、うんうん、はい、
イーチャのピアス、イズシーのやつ、ミイムラさん。そうです。これはパールのね、イズシーの人気のピアスです。うん、はい。初めて拝見します。マナさん、ありがとうございます。ぜひぜひ、最後まで見てください。嬉しいですよ。あ、かわいい。あ、あれるやん。言えます、言えます。うん。なんかね、ちょっとゆとりのなんかピタッてしてるなんかやつは、ちょっと厳しいと思うんですけど、うん、まあ、普通のこういう羽織、シャツとかやったら、多分絶対、袖の部分、ゆとりあると思うんで。うん、だったらこれ全然大丈夫です。はいはい、あれ夏とかちょっと寒い冷房の時とか確かに、うん、羽織ってもらっても問題ないかなと思います。しかもここからこのチェックが見えて可愛い。いや、そうなんですね。うん。りーちゃんリング可愛い。リングこれですかね。これはイズシー。これですよ。これはイズシー。来週ぐらいの再販予定なんですよね。セットでめっちゃ可愛いですよね、これね。そう、実は私もつけてる。そう、これ色違いです。そうです。はい。はい、うん。うん。たーちゃんちょっと。てか私ね、結構柄物と合わせたんですけど、お、意外と。いける、いける。いけますよ、ね。うん。これはなんかあの、なんていう、ちょっと、エンボスではないけど、うんうん、なんていう、同色でこう、ちょっと柄があるような感じなので、うんうん、視野のところしかそんなにパッと見、あんま目立たないんですよね。そうですね。こことかがね。うんうんうん。そう。だからあの、どっちかというと小ぶりなチェック、小ぶりというかさ、あんま目立ちづらいチェックなので、うんうん、大きい柄持ってきても全然大丈夫だと思います。うん、うんうん、ね、いけると思います。私も。はい。だからなんか普通に今日の新作ドットとかと合わせてもらっても意外といける気がします。はいはい。うん、あ、さっきのね、このイーチャのね、ジャンスじゃあサンベッドで在庫あったかな。ちょっともしかしたらなんか。なくなってた気がするせないしないような、うん、これねすごい人気だったんですよね、そういうのね。そうなんです、うん、再販もねあったんですけど、はい、ちょっとね、うん、ちょっと調べてもらって、はい、調べます、ね、ジャンスカーじゃん、なんじゃデニムじゃないジャンスカーにも合いますかってさっきコメントを見つけたんですけど、うん、それこそこのキャミ完売してるけど、そうです、そうなんですよ。このキャミに合わせてほしいな、めっちゃ可愛いですよ。いや、絶対可愛い。そう、このキャミもレースがさりげないので、ここから見えるチェックの感じがすごく可愛いと思います。うんうん、はい、なのでぜひこれ持ってる方とかこの合わせ、うん、ぜひしてほしいです。ね、私もぜひこれはしてほしいです。ね、はい。うん、そしてあのサーペットなんですけど今ちょっと完売しております。はい、はい、そのようです。ね。ね、まだまだ可愛いのいっぱい出るので、はい、お楽しみにしてください。はい、はい、うん、なんかそう言いかけた、オリジナルスカートとも相性いいねってツタさんが言ってくれてたから。ね、いいですよね。うん、うん、なんか喧嘩するかなと思ったけど意外と全然大丈夫。続きますね。うん、私はこれを結構押します。はい、はい、うん。あ、かなさんドットの商品は何ですか？今見始めました。これですね。まだなんですけど次。はい、あ、じゃあでも。かわいいね、なんか着替えてみます、はい、じゃあ私上これで、あ、ありがとうございます。はい、じゃあイーちゃんに次あの今からドットのスカートの紹介に行くので着替えてきてもらおうと思います。はい、おなんかわ、初めて見てくださった方もいらっしゃって嬉しい限りで、嬉しいです。ありがとうございます。今日は素敵なお知らせがありますので皆さん最後までご覧ください。アナウンサーちょっと意識してみました。あのウグイス状的な甲子園や、そう甲子園一回はやりたかったですね。うん、来世があったらしたいな。私は来世売り子とウグイス状したいと思います。うん、ね、ミロンさん、柄物でも無地でも合うなんて万能すぎる。いや、本当そうなんですよ。しかもなんか、やっぱね、この透け感がいいですね、うん、なんか透けすぎず、なんかでも柄も主張しすぎずっていう本当程よいところを取ってるので、私は本当これおすすめ。色はまだ迷ってます。はい、うん、あ、さとこさん、もっちゃんの合わせで白かけるレーススカート青合いますか？絶対合います。絶対買うか、夏一気に夏らしくなって涼しげになるので、その合わせ私もおすすめです。可愛いと思いますよ。うん、あ、レイチェさん、もっちゃんスカートネイビー買ったよ。あ、デニムのやつですね。ありがとうございます。 M はねもう完売しちゃったんですけど、 S とあともう一色私が最初に履いてたブルーの方はまだ在庫があるので、ぜひデニムスカートもご覧くださいませ。あ、全然でございます。ドットスカート可愛いでしょ。まいまいさん、今から紹介なので素人です。2色なんです、うん、結構マーメイドのドットスカートはイズシー出てたんですけど、これフレアなので